アルベール・カミュ。アルジェリア文学は古代ローマ、アラブ人、フランス人、スペイン人、さらには先住民など多くの文化から影響を受けてきた。アルジェリア文学における支配的な言語はフランス語とアラビア語だがベルベル語もまた表されている。アルジェリア文学は北アフリカの文化において不可欠の役割を果たし、その影響は全世界に及んでいる。 古代のアウグスティヌスが、現代のアルジェリアのスーク・アハラス出身であるほか、現代の主な、アルジェリアの作家として、カテブヤシーン、ラシット・ミムーニ、ムールード・マムリ、ムールード・フェラウン、アシア・ジェバール、ムハンマド・デーブ、ヤスミナ・カドラ、ブアレム・サンサル、アルジェリア独立戦争後の世代では、カメル・ダウドなどが挙げられる。フランス系アルジェリア人の作家アルベエル・カミュは1957年に、 ノーベル文学賞を受賞した。古代においては、ローマ帝国統治下で、黄金のロバを表したアプレウスと、黒白を表したキリスト教の恐怖アウグスティヌスが、現在のアルジェリア出身であったため、現在でもアルジェリア文学史にその名が挙げられる。19世紀には、フランスのアルジェリア侵略に対抗したアブド・アルカーディルが、神秘主義史を残している。 19世紀末から20世紀にかけてヨーロッパからフランス領アルジェリアに入植した人々の2世、3世はアルジェリアで生まれ育った自らをアルジェリア人であるとみなし、ルイベルトランやロベールランドーらがアルジェリアに住む運動を展開した。この流れの中からアルジェ派と呼ばれる文学潮流が生まれ、ガブリエル・オーディジオ、アルベール・カミューなどが現れている。他方アルジェリアに それまで住んでいたアラブ人やベルベル人も1920年代からフランス語で創作を始め、とりわけ詩人ジャンアル・ムーシュはアンドレジッドやポールクローデルのような20世紀フランス文学の有力者と共に活動した。カビール地方のベルベル人のムールード・フェラウンはフランス語で執筆した小説ヒンジャの息子によって名声を博した。同じく カビール人のムールード・マムーリは、アルジェリア独立戦争を題材にした作品を発表し、また、自らの出自たる、ベルベル人研究の先駆者となった。ネジュマで知られるカテブ・ヤシーヌも、また、フランス語で書いた。現代の作家としては、女性作家のアシア・ジェバールや、イスラム原理主義を題材にするヤスミナカドラなどの名が、挙げられる。ありがとうございます。